よしよし。結局逆向きになったね俺たち。こっち向き？向こうから来るでも帰りもここでいいわと思ってたら逆向きになっとるね。やっぱしこっち向きになったね。愛知県より好きかな俺ら。ていうかまあ初めて来た時こっちがこっち向きだったからね、うん、はいこんにちは。はいこんにちは。ちーじいちゃんです。です。いよいよ来たね。はい来ました。我々が一番最初に来た心霊スポット。そうほらもうお客様が来てるよ。まあ見む目をマジかペコーって感じ。ほら来てました。やっぱし人気なスポットは違うね。すごいね。もう車2台目だもんね。2台目だもんね。そうだよね。ここあれ最初来た時はさその、うん、トンネル向こう側行かなかったから、うん、なんかこの先にまたなんか人の家とかあるのかなって思ったけど完全にまた大きい道路に出るだけだったからそう道中他に寄り道する場所なかったからこのトンネル目当てでしかここで車通る人いないもんね。いないもんね。ああ。多分神社寄って経由だろうね。ああ有名な場所は皆さん本当違う。うん暗い。そう今ちょっと体験談とかそんないいのあるかな、うん、いいのあるかなっていうのあれだけど調べたら、うん、全国で有数のスポットって書いてある。全国で有数か。ここ本当に有名らしい。へえ。実際幽霊なんか見えましたか。ここの幽霊もねだいぶまた特徴がある傾向が幽霊の。どんな傾向。何ライダースーツ着てくるとか。年齢は様々ですねなんか。ああまあ普通だろうな。年齢わかるんかな。答え言っちゃっていいかい。いいよ。旧本坂トンネルで起きた事件、うん、事故怪奇現象。まず老婆の霊が幽霊が出る。あで赤ん坊を抱いた女性の幽霊が出る。あ着物姿の女性の幽霊が出る。天井から逆さまの幽霊が現れる。通称逆さ女。このように数々の噂がある旧本坂トンネル。何でも昔は姫街道と呼ばれるほどの女性の旅人が多かったそうだ。しかし険しい道のりの本坂を峠越え していたため途中で命を落とした女性も少なくなかったそうだ、うん、そのために目撃情報は全て女性の霊となっている。全国でも有名な有数の心霊スポット。でも男の人も通るだろ普通。まあまあまあ少なからず男の人も通るだろうけど、うん、でも女性の霊が多いらしいですな。体験談っていうかそうなのでは。でもまああそこ今なんか白いのがふわふわしなかった。どっかあそこのさっきのなんかのプラスチックのボックスのとこ見てなかった。これ俺の方向いてる。さあいよいよよいしょ。俺らの顔はもう視聴者さんに興味ないね。まあね心霊スポットの動画だからね。さあどうしますか。まあとりあえずもう車では通ったし。うん、車は来た。2年ぶり。2年ぶりか。でもさ、一度も歩いたことないんだよな、このトンネルだけは。2年ぶりのトンネルで、まあ、向こうまで歩いてみよう。大丈夫、首を絞めてくるほどの凶悪な奴は、なんていうの、体験談にいないから。歩いて行こう。前さ、なんかテレビのやつが来てて、声が聞こえたとか言ってたやん。ほーん。声ねえ。もう声だけは信じねえ。いや、なことねえか、俺ら経験したもんな。じゃあまあ、とりあえず。行きましょうか。これなんでこんなもん落ちてたの。溜まっとるよ。使いませんな。使えないな。欲しいな。
行きますか。八の九本坂トンネル。なんてこった。ゆっくり。ゆっくり書いてある。何を。ああ、鬱陶しいな、虫。あの鬱陶しいゆとりはないか。行きましょう。行きましょう。じゃ、失礼します。失礼します。なんて落書きの一つなんだよな。隅っこか、急に車が来ると怖いね。明かりでわかるでしょ。有数の老婆の霊が出ると赤ちゃんを抱いた女性の霊と着物の姿の女性の霊と、あーすげえ本当だ、ゾクゾクしてくる背中、うわー本当だな、重いなここ、重すぎるなんだここね、皆さん、ね、朝鮮トンネルにしろ、うん、旧伊勢神トンネルとは、まあ、わけわからんぐらい重いですね、ここ。え、あっこら辺より上？うわこれすげえな、ここ。行くてよ、拒まされとるな、もう来るなって言われとるような感じの。あ、もうすごい寒いね、ここ。涼しいね。ね。風通し、冷たい風だけ来る。これは、霧が出てもおかしくねえか。あ、ピンとかボケるボケる。ライトを消してますけど何も見えないんだよな、うん、真っ暗、一応もしもあれ車来るか、え、あーすげえやべえぞここ、あー重いな、体がすげえな、やっぱすげえな、安いいたずら書きしかないの、せめてアートを書け、アートをこれもアートやと思って最初のイメージな、そう、さっきさ車で通った時にこれ見た瞬間に産地が減った、何が こっち側にあるさこの絵、なんで、え、すっげえ不気味そうかな、顔認証されてるぞカメラがどここれ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 、この顔普通に顔認証が起きとるもん、じゃあ、アートないほんとすごいね、ここのトンネル初めてだよね、こういうのはなんかめちゃくちゃ暗いトンネル、トンネルの様相が変わった、うん、変わった、レンガになったレンガになった、電気じゃん、見せ虫すげえ、マジで窓もいないぞ、俺が一番ビビるから、先行っていいよ、よいしょ、大丈夫だ、どうなったか、女性なのか知らないんだけど、うん、同じ色のっていうか青でもない白でもない方がずっと同じように距離で来てんだよな、ついてきてる、うん、ついてきてる、あなたの右後ろ斜めぐらいかな、この辺かな、この辺かな、この辺だね、
何目的か知らんけども。わからん、何目的かっていうよりも、ただ、うざいんだろう、帰れって。はい、皆さん、じゃね、旧本坂トンネルの静岡寄りです。静岡じゃー。四日見でーす。あ、車が来た。来た。よっけろー。車来た。お、止まった。なに？救急車怖い。あ、鳴らすとなんかあるの？じゃ。え？眩しい。え、なに？止まってきた。すげえな、ここ。すごいね。車めっちゃ来るね。かっけえ。すげえ。みんな勇気あるの。ここ。今ね、すごい車が止まってますよ。なんてこった。すげえ。なるほどな、そりゃ幽霊たちも機嫌悪いわ、こんなことされたら。はい、行きましょう。はい、はい、はい、今度はね、トヨタ、トヨタトヨタから愛知か、トヨタから愛知、静岡からで、あ、静岡から愛知ですごめんなさいね。今度は逆方向で歩いておりますが、先行ってライト眩しい。はい。目が覚めるのが大変お仕事なんだから、やっぱし青でもない白でもない真ん中系の、真ん中系水色、こんなにはっきりしないよ、初めて見たら。あー、なんかさ、うわーってなんか貧血みたいな感じになるの。できることなら深夜バージョン撮ろうって言っとったけど、どんな感じ？いけそう？いけたね。3時間組んだりして、いるのまた30分だよ。今何分くらいになるんだろうね。だいぶ長いっすね、でもなんか歩いてみて分かったけど。そういえば一匹も見てない。トリが激しいんだろうね、ここ。やっぱしでかいのか。たっちゃん、大事件だ。何？今さ、この下の落書き見て思ったんだけど、止まれじゃない。上回れ。字間違えたんじゃね、止まれと。今しれっと言うな。あ、止まれか、止まれじゃねえって。ねえ、青とさ、はい、結構でかいオーブが落ちるんだけど、なんか何故に歓迎されてる、嫌われてる時ないんだ。すげえはっきり映るようなやつ。あ、これじゃねえぞ、これ、ね、ずっと同じものがある。この辺におるの、目の前やんけ。でもすごいね、車がいっぱい来てたね。うん、なんか面白い、ここやっぱ車でそのまま素通りできるって強いんだな。すごいな、アスファルトも綺麗だもんな。そうね、こんなに綺麗なトンネル初めてだよ。そうだね、車が行けることってな、あれだね、ないね。中道とはいえ、やっぱしここら辺にでかいのが映るんだよな。いいけど、
外に出ても寒い。お邪魔しました。ました。ありがとうございました。ありがとうございました。ほら、これちょっと向こう向照らしてみて。はい。反射鏡ってないよな。トンネルの向こう側にだった。いや、すぐそこ。ないですな。はい。はい。映ってる？映ってる。これ顔映ってる？映ってる。はい。眩しいかなと思ってちょっと下に向けてるだけで。旧本坂トンネルの、往復をしてみました。まあね。幽霊の数すごい。すごいっすね。正体は取れないと思います。ほう、なぜ？ん？なぜ？いやーもうこれ深夜いてもずっと止まったらんと無理だぞここで。ふん。霧とさ、うん、霧がもうすごいんやって。でもさ、はい、ものすげえ こんなようなさ反射鏡が上になると思っとるんやて、うん、俺。反射鏡？うん、ご覧の通りないですよ。電気消してみて。はい。うわ、綺麗さっぽりいなくなった。なんだバカ野郎。はよ帰れって。はよ帰れなのかな。なあ、ここが旧本坂トンネルか。そうですな、やっと来れましたな。来れたね、森くん。長かったね、2年って。単純に来なかっただけな気もするけどね。そう思っとる。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやー、初の。そうね、やっと来れたね、この。やっと来れて初の歩き？歩き。ここでもさすが人気店か知らんけど車多いね。多いね。でもあの真ん中で車止めとったのは何やろうね。ああいうクラクション鳴らすとなんかあるとかそういう。あ、そんなもんなんですかね。いや皆さん本当にね、本当有名なだけあって人だかりが多い。人だかりが多い。人が多い車が。2回しか来てないけど2回とも人は通ってるからね。2年前はお祭りだったもんな。ね。心霊スポットってこんな人いるもんなん？心霊スポットってこんなに何賑やかなのっていうぐらい逆に引いたんだよな僕たちが、うん、そう、え、これどないすんの？どないすんの？そうそうそう、俺らどうしやいいんだと思ったもんな、うん、だけど今日は本当にまあ車が3台、うん、車通っただけで、そうそうそう、ほんで真ん中でなんか止めてやってましたけど、でも幽霊のなんていうの機嫌悪い気持ちは分かるわ、分かるような気がします。家の前でいきなりクラクション鳴らされるようなもんでしょ。そう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 、耳障りだよね。そら怒るて。トンネルでピーピー鳴らしたら怒鳴っとる方がよくね。ムイ君どう？初の歩き、ずっと行こうね行こうねって言ってから2年も経っちゃったね。まあまあやっと来れて、とりあえずなんか目標の一つは消化できたなっていうのはある。そう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 。ね、また新しいとこ探さんとかあんのよね。やっぱり思うけど初めて歩く場所はなんか緊張するね。緊張するね。怖いっていうか、うん、ほんと緊張する。怖い、ほんとに怖い。ここ暗い、狭い。怖い。ほんとにね、不気味だけを感じるならばすげえ。ああ、うん、それは思うな。なんかあとね、霊感が結構強いと冷たい目でこっちを僕らを見てる目があるっていうのは確か。ほう、うん、いわばなんて言ったらいいんかな、ちょっと細い目の人。え、ね、じと目でこっち見てるとかそういうのじゃないの？違う。細い目、普通に細い人なんだろうね。ほう、着物かどうか浴衣かは分かんないけど、うん、だらっとした服着た。おー、うん、
白じゃないっすよ。はい。花柄？いや、強いて言えば白とブルーのもあの花柄っぽい服着てる。着物なのかな。ダラッとしたあの夏着るような。まあ浴衣というかなんかそういうなんか。そうそうそう、それの白をベースにして。藤色まで、藤色よりかもうちょっと濃い紫っていう。うん、まあ一応そういうね、着物っていうかそういう姿の例、いるっちゃいるのね。だなぁ。ほんだで連射しても、連射できねえって言ったけど、連射できなかったんですよ、デジカメに。何をどういじったんだ。ビデオカメラでは多分撮れるようなバージョンではねえな。じゃあ皆さん、バイバーイ。バイバーイ。切って。